コーラです。今日はこの乗り物ちょっと乗ってみたいと思います。名前は分かりません。でもこれって携帯のアプリと連動させて乗るみたいなんで、やってみたいと思います。行ってみよう。まずアプリを開いて、でこうライドボタン押します。ライド、コード RYISI。 あ、読み取りました。ポピュラーコンテナ、もろもろ設定したらできました。スピードか、スタートバーか、ブレーク、パーキング。本当はこういうところに置いてたらダメなんだ。じゃあ乗ってみたいと思います。行きます。今日本当に初めてだったんですよ。初めてだったんですけど、彼乗ってきました。このスクーター乗ってきました。で、感想なんですけど、まあ、本当に楽しい。シンプルに通勤とかで平然と使ってるんですけど、みんななんかあんま楽しさを感じないんですけど、本当に楽しいです。で、楽しかったのがやっぱ一番ですね。で、一番と、あとやっぱ気をつけないといけないなと思いました。本当にスピードがとんでもなく出るんで、誰でも乗れるからこそ気をつけないといけないなっていうところが一番大きいかなと。本当に速くて、自転車よりも速いし、びっくりしました。で、やっぱ車とかとも並走したりするんで、車もね、日本と比べたらちょっと荒かったりするのがちょっとすると思うんで、そういうところを気をつけないといけないなと。ちなみにこれなんですけど、本当にもう至る所に散らばってて、結構もうダウンタウンとかそういうちょっと盛んな街だとすぐに乗れたりするんですけど、逆にちょっと田舎の方行くと全然乗れないです。あ、ここでしか楽しめない乗り物だと思います。で、料金とかまだ払ってないんで言えないんですけど、まあ、これから払ってから言います。じゃあそれで一旦切ります。バイバイ。終了したいと思います。
Keep always driving officerドル取られました。